皆さんこんにちは。生きてるだけで丸儲け、大本しなです。5月は母の日がありますよね。というわけで母の日にちなんで、みんなはどこまで知ってる母の日の3択クイズ、イエーイ。では早速第1問。母の日は毎年5月の第何日曜日にあるでしょう。 A 第1日曜日、 B 第2日曜日、C 第3日曜日。チクタクチクタクチクタク。正解は B の第2日曜日です。それでは第2問。母の日の発祥の国はどこでしょう。 A イギリス、 B アメリカ、 C フランス。チクタクチクタクチクタク。正解は B のアメリカです。ではラスト第3問。母の日といえばカーネーションが定番のお花ですが、このカーネーションは日本ではもともと何色が一般的だったでしょう。 A 赤色、 B 白色、 C ピンク色。チクタクチクタクチクタク。正解は B の白色でした。皆さんは何問正解することができましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。これであなたも母の日マスター。5月も皆さん素敵な日を過ごしてく。これであなたも母の日マスター。皆さんも素敵な5月を過ごしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。良い母の日を。